オンラインビジネス二十一の秘密。今日はエピソード三です。はい。三回目三夜目となる今日。今日のテーマはい。今日はですねどんなことについて話をしようかなというふうに考えてたんですけども、こんな経験あると思うんですよね。例えば。 何かの、ね、これから新しいビジネスを始めるこれからじゃ起業するで起業するためにビジネスを勉強するマーケティングを勉強するセールスを勉強するまあいろいろなですね、えー、ビジネスをやるためにスキルをこれからあなたは身につけて、えー、いかなきゃいけないわけですよね。そののたためにに例えば何かか塾に参加をしたりとか オンラインのビジネスを学ぶために何かの講座に入ったりとか何かのじゃフェイスブックだったりねインスタグラムだったりいろんなものを学ぶために何かの講座だったり塾に入ったり。でそういったことを繰り返して。 でいろいろなところで学んでこっちの塾に行っていくら払ってこっちの塾に入っていくら払ってこっちに行っていくら払ってっていう形でいろんなところを点々と点々としてでたくさんのことは学んできたんだけどもまだ形として自分のビジネスをスタートできてないまだ形を作ることができてない、えー、もっとストレートに言うとまだ売り上げ思ったような売り上げを上げることができてないこんな経験 誰でもあるんじゃないかと思います。今日はそんな経験のあるあなたのため。もしかしたら、今現在あなたはそういった状況かもしれません。で、今日のテーマ。今日のテーマはですね。なぜ学べば。学ぶほど行動ができなくなるのか。これについての話をします。で。これはですね。学びの。トラップ。 はい学びのトラップ私は学びのトラップ学びの罠って呼んでるんですけどもあのこれは日本人に私は特に多いと思ってるんですよ日本人にこの傾向すごく多いと思ってるんですねで日本人に限ったことじゃないんですけども一つなぜこういうことに陥ってしまうのかそれを表す言葉がありますそれは完璧主義です完璧主義あなたはですねおそらく すごく完璧主義なんですよで自分の今持ってる知識それが完璧な状態にやらないと始めることができないだからもっと学ばなければいけない何かの資格を取らなきゃいけない何かの資格を1個取ったらこれだけじゃ不十分だからじゃあこの資格も取らなきゃいけないこの資格も取らなきゃいけないって形でいろんな学校に行って学びたくさんの学びはするんですよね。だけど 学びっていうのは一つ気をつけなきゃいけないのが。学べば学ぶほど不安になるんですよ。学べば学ぶほど不安になる。なぜなのか。これすごく面白いですよね。で。まあ、よく。例えば成功するためには。行動が必要という話。あるじゃないですか。これはまさしくその通りなんですよね。あなたが何かの。結果を出すためには。行動していかないといけないわけですよ。 でも行動していくためにはそれが正しい方向に進んでいるかどうかその自分の正しい方向に進ませてくれるためのコンパスその指針となるものが必要なわけですよね。そのためにはじゃあ戦略を知らないといけないし何も知らない状態で戦いに出ることはできないわけじゃないですか。じゃあその例えば武器をね武器の使い方を学びでそれで戦いに出ていくつまりビジネスに実際のビジネスの戦場に出ていく。 ここれは大事なことなとんですよね。でもここで気をつけなきゃいけないのが学び始めるじゃないですか。で学び始めてじゃあ完璧な状態になったら始めようじゃあ今はまだ商品ができてないから商品をまず完璧な状態の商品を作ってそれからやっていこう。なぜなら自分は今実績がないからまだ経験がないからまだクライアントに これまでに、ね、自分の知識を教えた経験がないからだから経験ゼロだから完璧な状態に準備してからじゃないと商品を売ることができないそういうふうに考えてとにかく最初にいろんなことを学んでいくこっちの塾に行ってこっちの塾に行ってこっちの塾に行ってって言って学べば学ぶほどいつまでたっても始められなくなくるもうこれはですね全ての人に起こり得ることなんですよ。で まあこれ私よく話をするんですけどもコンフォートゾーンと呼ばれるものが、ね、あるんですよね。まあ、コンフォートゾーンっていうのは要はここの誰でもですね最初はですねここのコンフォートゾーンからスタートするんですよね。 この安心領域にいると普通の生活です。収入が保証されています。えー、あなたにですね、えー、安定的なですね、毎月毎月のお金収入が保証されていて、で特に変わったことやらなければ、あなたはちゃんと会社に行ってれば来月もその月の月もその月の月もお金がもらえるわけですよね。だからリスクを取らなければ。 特に何か自分に災難が降りかかってきて明日から生活できなくなななくる。そんなことはないわけでで、すよねで。何か目立った発言をしない人から叩かれないような無難な自分のね発言周りに合わせて生きていれば誰かに叩かれたりそういった例えば何もウェブ上で何もインターネット上で意見を言わなかったら誰にも何も 批判されることもないわけですだから傷つくこともないしストレスを感じることもないわけですよね。それがコンフォートゾーンでもしあなたがこれから起業していこう起業していって自分のビジネスを作っていきたいと思うならばこのコンフォートゾーンの外に出て例えば情報を発信する自分の価値を広めるためにフェイスブックで自分の本名で顔を出して。 投稿していく。そうするとあなたの昔の友達、学生時代のお友達とかはね、あなんかあいつフェイスブックとか使ってなか発信してるけど、なんかあの変な塾とかに入って洗脳されてるんじゃないのとかそういうことを言い出す人が出るわけですよ。必ずですね、あなたが成長しようと思って外の世界に行くと、あなたの足を引っ張る人たちが出てくるわけですよね。それがあなたの友達である場合もあるし、あなたの配偶者である場合もあるし。 兄弟親親戚かもしれません誰でもそういう経験があると思うんですよ。でもその安心領域の外に行かないと成長がないわけですよね。だから最初にそこを一歩踏み出すわけです。で一歩踏み出すとここでですね恐怖恐怖があなたを待ってるわけです。これはフェア,フェアゾーンと呼ばれているものですね。フェアゾーン。 フェア、フェアっていうのは恐怖です。怖いわけです。このフェアゾーン、コンフォートゾーンの外に出ると。初めてのことばかりで、不安があなたに襲いかかります。で、不安が襲いかかるから、ここで。いろんな人の意見。に惑わされるんですね。やっぱり、こう、人っていうのは。恐怖を感じた時、恐怖を、例えば。なんか、今ニュースがいろいろあるじゃないですか。 でいろんなねそういうコロナのウイルスのニュースとか何かありますよねそういうのをいろいろ見てると人は恐怖になるわけですよね恐怖になるとあれこの人の意見が正しいのかなこの人の意見が正しいのかなって形でいろんな人のですね意見に振り回されてしまうわけですよこれはあなたが起業家としてこれから起業していく上でも絶対起こることででこのフェアゾーンに来た時に 不安だから、学びのループが始まるんです。ここで学びのループ。要は、この不安を解消するために、いろいろなことを学び始めます。いろんな塾に行って、これ学んで、これ学んでも不安。 なんか行動しようとするともう不安だからまだ自分は住民が足りないんじゃないかと思って違うところにまた学びに行ってまたお金を払ってまたそこで学んででもまだ行動できなくて行動しようとすると不安が来るからああじゃあその不安をなくすためにまたこれを学ばなきゃって形でいつまでたっても学べば学ぶほどより不安になってくるこれは誰でも起きることなんですね。でこのの恐恐怖恐怖の外に 出ることができないとあなたはここで本当の学びを得ることができないわけですよこの本当の学びあなたがひとたびですねこの外に出るとここの円ここにラーニングゾーンラーニングゾーンという学び,の学びのステージがここに 待ってるわけですそのためにはこの恐怖の外に出ないといけないわけですよね。でこの恐怖の外に出るためには行動していくことしかないんですよ。実践していくことでしかないんですよ。あなたの不安っていうのは学べば学ぶほど増幅するんですよね。だから進まないといけないわけです。準備がででできてててなななくくも走走り始めいいいいといけないわけわすで走っていく中で 経験をしていっていろいろ間違ったら起き上がって間違ったら起き上がってってやっていくとあなたの不安が消えていくわけです。で不安がなくなった時に初めてあなたは多くの学びを得ることができるわけなんですね。これがこののコンンフォーートゾーンのシステムですだからあなたが本当にですね自分のやりたいことあなたが情熱を感じること あなたがやりたいことをそれを形にしてそれをオンラインビジネスにしてここから収入を生み出してあなたの理想のライフスタイルを実現したいというふうに考えているのであればあなたは実践行動していくことが大事なわけですここをスキップしてしまって学びのループに入ってしまうとあなたは学べば学ぶほど行動ができなくなってしまうんですね。 ここれを覚えておくことが大事ですでまあ私はですねプロダクトロンチの先生でで私のね、えー、これまで教えてきた生徒っていうのはみんなのプロダクトロンチをやってゼロの状態からリストゼロ、ね、商品がゼロの状態からそこからですね実際に集客をしながら集客をしながらそこから商品のアイデアを生み出していく。 そして商品を売ってから商品を作っていくっていうそういった逆説的なアプローチを取っていますそれはなぜなのかそれはあなたに完璧なものを準備させてから商品の販売をスタートさせようとするといいつまでででってもスタートすすることができないからですだから私のやり方それはまずあなたに最低限のことを最初に教えてそして進んでもらいます。 私がやっているプログラム30日プログラムというのがあるんですけどローンチを30日間でコンプリートするっていうプログラムはここで用意どんでみんなが決められたスケジュールで進んでいってでここで進んでいきながらその時に必要なもの最低限のことだけ教えてとにかく進んでいってもらいます。不安でででででもも進進進んんんいって進んでいってて前に進んでいく これをやっていくことによって最終的に商品をオファーするところまで持っていくっていう、まあ、このプログラムでこのプログラムでこれまでにやってきて本当に数多くの人がでで、で、で、ですね、初初めめててて経験ゼロで初めてのロのーンチでそここから売上を上をげるるとに成功できてるんですねだからそうした私の自分の生徒の人たちのやっていることとかそういったものを見ててもこれはやっぱり明らかなんですけども。 まずあなたに必要なのは行動しながらそこで学んでいくということ行動しながら学んでいくということ完璧な状態になってから始めようとしたらあなたはいつまでたっても始められなくて学びのループに陥りますそして学べば学ぶほど恐怖を感じて前に進むことができなくなっていきますですのでまずあなたに大事なこと それは具体的な行動をとっていくことです例えば情報発信が必要だったら明日からフェイスブックで投稿していく自分の価値提供自分の発信したい内容価値提供の投稿していくあるいはフェイスブックライブでライブで発信していく動画を撮って動画を撮ってアップする。それをやっってていくことによって そこから得られる反応によってあなたが次にやるべきことが見えてくですですので今日のこのね一番の学びそれはあなたが学び学べば学ぶほどあなたは行動できなくなる。ですのでまず行動していってその中で学び必要なものを行動していって壁にぶつかった時に必要なものを学んでいく。 そういった形でとにかく前に進んでいくことこれをやっていってほしいとそういうふうに思っていますはい、今日もですねこの私のオンラインビジネスの21の秘密こちらのねミニ講義見ていただいてありがとうございますまた明日明日の23時にこちらのライブでお会いしましょうそれでは今日もありがとうございますローンチバイバイ